はい、こんにちは、トールです。ウォッチドックス、続きやっていきたいと思います。適当に車を盗んで、音楽流れるとまた著作権がややこしいから。こっちか？ここか。うちはね、まだ自動運転とかないんで、もう自力でやるしかないんで。走っていきます。めっちゃ飛んでったな。ちょっと車乗り換えようか。ちょっとこの車じゃやばそうや。この先のイベントが。消防車。で、この鉄格子をハッキングで開けまして。ああ、ごめん。どっちや。あ、ここか。こっちじゃない？開けとくのがいいのか、閉めとくのがいいのか。この辺じゃなかったっけ？いや、この向こうやったはずやで。
あ、なんかイベント、なんかクリックせなあかんねやったっけ。そうかそうか、これか。ここを触らなあかんね。閉まらない。ここか。ちょっと待って、車持ってこないと。しまい方がわからん。あ、しまえた。あれ？ん？なんか出れなくなった。あ、ひっついてるのか。ぐだぐだやな。ん？わかんない。こっちか？こっちか。よし。何歳になったの？10歳。何歳になった？最後にここに来たのは。ニッキーの自宅に入れ。嘘はアロンが大好きだった。みんながそうだった。みんな嘘だ。さっきまで子供たちがビジランテごっこをしてたの。話題のあの男の真似をしてね。当ててやろう。ジャクソンがビジランテだ。いいえ、全員ビジランテよ。悪者は私だけ。なかなかの悪人を演じたわ。全員やっつけちゃった。もっと早く来るんだった。警告できたのに。おばちゃんは怖いぞって。あなたとママが倒れちゃった時、パパがバースデーケーキを作らなきゃって言ったの覚えてる？ひどい代物だったわ。焦げて。潰れてて、パパはいつもそうだった。ひどいことをたくさんしたけど、いつも家族のことを考えてた。ねえ、聞いてよ。あら、そう？いい、警察は逆探知できるわよ。
日経の電話を盗聴しろ。なんてミッション。この声明らかにあいつやと思うねんけどな。ラスボスの声やと思うねんけど。なんでもない。バカないた。あ、ちょっとば、あんのか。逆探知されても平静でいられるかな。そこか。そう、奴に逃げられる。車がない。用意しても車がないのか忘れた。乗いてくれ。ダメじゃん。大の男がいたずら電話か。逆探知されても平静でいられるかな。そうか。奴に逃げられる。これを恐れていた家族。まだだ。ちょっと遅かったか。ああ、抜いてくれ。まだダメか。そう。よく車持っとんな。反対なんだよ。
走ってる走ってる。自分がやれてもだ。つくしょう。あ、こっから。助かるわ。